可能な各選択の結果が不確かな時に決定を行わなければならない状況がしばしば発生する。不確実性とは話題の事象が確実でないことを指す概念。不完全、または不明な情報を含む認識論的状況を指す。日本語としては主に経済学分野で使われ、1978年にジョンケネスガルブレースの著書のタイトルを 不確実性の時代と訳したことから広まった。同じ言葉を物理学の量子論では不確定性、工学における測定の分野では不確かさと訳す場合が多い。本校は経済学分野での意味を記す。今後起きる事象に伴う危険と同義で使用される場合が多いが正規確率すら計算できない場合についての見さす場合もある。フランクナイトや ジョン・メイナード・ケインズらは、後者の意味で不確実性を用いた。ケインズは、厳密な数学的期待値を計算する基礎がないために、将来を左右する人間の決意は、そのような期待値にではなく、自制的な楽観に依存すると述べ、資本の限界効率が、そのような不安定な基礎の上に立っていることから来る、投資の不足を問題視した。これは、将来のイベントの予測。 すでに行われた物理的測定、または未知のものに適用される。不確実性は、部分的に観察可能なおよび、または確率的な環境で発生するだけでなく、無知、大打またはその両方によって発生する。それは、保険哲学、物理学、統計学、経済学、金融、心理学、社会学、工学、計測学、気象学、 生態学、情報科学など、様々な分野で発生する。これらの用語は、一般の人々の間で様々な方法で、使用されているが、意思決定理論、統計、その他の定量的分野の専門家の多くは、不確実性、リスク、及びそれらの測定を次のように定義している。不確実性とリスクの違い一般に、過去のデータなどを用いて将来起こることが、 予測されている場合には、リスクという用語が使用される。一方、何が起こるのかさえ予測できない場合には、不確実性という用語が使用される。なお、数学の分野では、不確実性を確率論として扱い、不確実性とリスクを区別していない。また、危険という用語は、危ないことそれ、事態とリスクの二つの意味を含んでいる。したがって、危険とリスクは、 同義ではない。不確実性と決定のその他の分類法には、より広い不確実性の感覚と、それを倫理の観点から、どのように対処すべきかが含まれる。例えば、明日雨が降るかどうかわからない場合は、不安な状況である。可能性のある結果に確率が、天気予報、または、キャリブレーションされた。 確率評価だけを使用して適用される場合、不確実性は定量化されている。それが日光の確率90%として定量化されているとする。明日予定されている大規模で費用のかかる屋外イベントがある場合、10%の確率で雨が降る可能性があるためリスクがあり、雨は望ましくない。さらにこれが ビジネスイベントであり、雨が降った場合に10万ドルが失われる場合、リスクは定量化されている。これらの状況は、小雨対応雨、遅延のコスト対完全なキャンセルなどを定量化することにより、さらに現実的にすることができる。この例のリスクは、予想機会損失、または損失の可能性に損失額をかけたもので、表される場合がある。 これはイベントの主催者がリスク中立であり、ほとんどの人がそうではない場合に役立ちる。ほとんどは損失を回避するために保険料を支払う用意がある。例えば保険会社は EOL を保険適用範囲の最小値として計算し他の運用コストと利益に追加する。多くの人々が多くの理由で保険を購入することを厭わないので明らかに EOL だけではリスクを回避することの認識された価値ではない。不確実性とリスクという用語の両的使用は確率理論、保険数理科学、情報理論などの分野からかなり一貫している。不確実性やリスクの定義を大幅に変更せずに新しい用語を作成する人もいる。例えば、驚きは情報理論で 時々使用される不確実性のバリエーションである。しかし、この用語のより数学的な用法以外では、用法は大きく異なる場合がある。認知心理学では、不確実性は現実のものである場合もあれば、期待や脅威などの単なる認識の問題である場合もある。曖昧さは、アナリストが平均的な身長の人などの二つの異なるクラスを、 明確に区別できない不確実性の位置形態である。そして、背の高い人。この曖昧さの形は、ザデーのファジーロジック、または主観的ロジックのバリエーションによって、モデル化できる。曖昧さは、不確実性の一種であり、起こりうる結果でも、不明確な意味と解釈がある。銀行から戻ったという文は曖昧である。その解釈は、銀行という言葉が、 川の側または金融機関のどちらを意味するかによって異なるためである。曖昧さは、通常、複数のアナリスト、またはオブザーバーが、同じステートメントの異なる解釈を持っている状況で発生する。不確実性は、入手可能な事実に関する知識の欠如の結果である、可能性がある。つまり、新しいロケットの設計が機能するかどうかについて、 不確実性があるかもしれないが、この不確実性は、さらなる分析と実験で取り除くことができる。原子レベルでは、不確実性は、宇宙の根本的かつ避けられない特性であるかもしれない。量子力学では、ハイゼンベルクの不確定制限理により、観測者が、粒子の位置と速度について知ることができる量に制限が、課される。これは、入手できる。 可能性のある事実を知らないだけでなく、発見できる事実がないことを示している可能性がある。そのような不確実性が自然の還元不可能な特性であるかどうか、またはハイゼンベルクの不確実性の原理が許可するよりもさらに、正確に粒子の状態を記述する、隠された変数があるかどうかに関して、物理学にはいくつかの論争がある。中野剛氏は、 産業の発展には、ボラティリティの低さが必要であると述べている。変動が大きい場合、活力があり、秩序や安定は、硬直的であり停滞しているというイメージを持っている人が多い。しかし、中野は、それは間違いだと指摘している。確かに、不確実性には、イノベーションを生むという側面がある。しかし、不確実性を有しているイノベーションは、 結果が予測できないため、投資は成り立たない。したがって、イノベーションが発生するのは、むしろ不確実性が低い場合であるとしている。また、現代経済学のモデルは、不確実性を取り入れたと言われているが、実際に取り入れられているのは、不確実性ではなく、リスクであるとしている。同メタクは、市場競争では、不確実性のため、運が大きく影響する。 運によって、最初に勝利した者が有利となり、他者との差を広げながら勝ち続ける状況が生じる。その結果、多くの参加者にとって公平性に欠けるため、手段を選ばなくなってしまう。市場競争が完全な倫理と両立することは、困難であるが、根底にある倫理的問題から目を背けず、弊害を最小限に抑える方法を探し続けるべきであると指摘している。 測定の不確かさを計算するために最も一般的に使用される手順は ISO が発行した測定における不確かさの表現ガイドに記載されている。例えば、米国国立標準技術研究所のテクニカルノート1297、ミスト測定結果の不確かさの評価と表現に関するガイドラインおよびユーレッチャム、シティックの出版物、 クオンティファイング・アンサーティンティー・ン・アナリティカル・メジャーメントなどである。測定結果の不確かさは一般的にいくつかの要素で構成されている。コンポーネントは確率変数とみなされ、それらの数値を推定するために使用される方法に従って2つのカテゴリにグループ化できる。コンポーネントを測定結果に関連づける関数を介して、 コンポーネントの分散を伝播することにより結合された測定の不確実性は結果として生じる分散の平方根として与えられる。最も単純な形式は繰り返し観測の標準偏差である。計測学、物理学、工学では測定の不確実性または誤差の範囲は明示的に述べられている場合真の値を囲む。 可能性が高い値の範囲によって与えられる。これは、グラフ上のエラーバー、または次の表記で示される。最後の表記では、括弧は表記の簡潔な表記である。例えば、科学的、または、工学的応用において、メートルの適用は10.5メートル書くことができる10.5メートル、または10.50メートル、関連により、10分の1メートル。 または100分の1以内の精度を意味する。精度は最後の桁で対象である。この場合、それは10分の1、10分の1である。従って、10.5は10.45と10.55の間を意味する。従って、10.5は10.5 10. プラスマイナス0.05を意味し、10.50は10.50プラスマイナス0.005意味し、 それぞれ10.50よび10.500と表記されていることがわかれる。ただし、精度が10分の2以内の場合、不確実性はプラスマイナス1、10であり、明示する必要がある10.5プラスマイナス0.1、および10.50プラスマイナス0.01、または10.5よび10.50。括弧内の数字は、 それ自体の左側の数字に適用され、その数字の一部ではなく、不確実性の表記の一部である。それらは最下位下駄に適用される。例えば、1.00794は1.00794プラスマイナス0.0007を1.00794、1.00794は1.00794プラスマイナス0.0007に表す。この簡潔な表記は、 例えば元素の原子質量を示す際に IUPAC によって使用される。真ん中の表記はエラーが値に関して対照的でない場合に使用される例えば3.4プラス0.30.2。これは例えば対数メモリを使用しているときに発生する可能性がある。測定値の不確かさは測定を繰り返して値の標準偏差の推定値に到達することによって 決定できる。その場合、単一の値には、標準偏差に等しい不確実性がある。ただし、値が平均化されている場合、平均測定値の不確かさははるかに小さく、平均の標準誤差は、標準偏差を、測定数の平方根で割ったものである。ただし、この手順では、系統誤差を無視する。不確かさが測定の標準誤差を表す場合、 時間の約68.3%で測定された量の真の値は指定された不確かさの範囲内にある。例えば、原子の質量による要素のリストに記載されている原子、質量値の31.7%の場合、真の値は指定された範囲外にある可能性がある。間隔の幅が2倍の場合、 おそらく真の値の4.6%だけが2倍の間隔の外にあり、幅が3倍の場合、おそらく0.3%だけが外にある。これらの値は正規分布のプロパティに基づいており、測定プロセスが正規分布エラーを生成する場合にのみ適用される。その場合、引用された標準誤差は68.3%、95.4%、95. または99.7%信頼区間に簡単に変換される。この文脈では、不確かさは、測定機器の正確度と精度の両方に依存する。機器の精度と精度が低いほど、測定の不確かさが大きくなりる。精度は、多くの場合、特定の値の繰り返し測定の標準偏差として、決定される。つまり、 測定の不確実性を評価するために蒸気と同じ方法を使用する。ただし、この方法が正しいのは、機器が正確な場合のみである。不正確である場合、不確実性は反復測定の標準偏差よりも大きく、不確実性が機器の精度だけに依存していないことは明らかである。科学及び科学全般の不確実性は、 科学界とは異なる公共の領域で解釈が異なる場合がある。これは一部には一般の聴衆の多様性と科学者が一般の聴衆を誤解し、従ってアイデアを明確かつ効果的に伝達しない傾向があるためである。一例は情報不足モデルによって説明される。また公共の領域では多くの場合単一のトピックに関する入力を与える多くの 科学的な声がある。例えば、公共圏での問題の報告方法によっては、方法論の違いによる複数の科学研究の結果の不一致は、実際にはコンセンサスが存在する状況でのコンセンサスの欠如として、一般市民によって解釈される可能性がある。科学的な不確実性が特定の目標を達成するために管理されるかもしれないので、この解釈は、 意図的に促進されたかもしれない。例えば、気候変動の否定論者は、フランクルンツの助言をもとに、地球温暖化を科学的な不確実性の問題として扱い、これはジャーナリストが問題を報告するときに使用した紛争フレームの前兆だった。不確定性は、システムとその相互作用のすべてのパラメーターが完全に、分かっているわけではない状況に当てはまると大まかに、 言えるが、無知は何がわからないのかわからない状況を指す。科学に存在する、これらの未知数、不確定性と無知は問題をより扱いやすくするために一般に、報告されると不確実性に変換されることがよくある。逆に、不確実性は一般的に無知と解釈される。不確定性と無知性の不確実性への変換は、 不確実性を無知と誤解する国民の誤解に関連している可能性がある。ジャーナリストは不確実性を膨らませたり、軽視した不確実性を軽視したりする。ジャーナリストが不確実性を膨らませる一つの方法は変化の背景を提供せずに過去の研究と矛盾する新しい研究を説明することである。ジャーナリストは問題に関する 科学的コンセンサスの状態を適切に説明、または説明せずに、少数派の見解を持つ科学者に多数派の見解を持つ科学者と同じ重みを与えることができる。同じように、ジャーナリストは、非科学者に科学者と同じ量の注意と重要性を与えるかもしれない。ジャーナリストは、科学者の慎重に選択された暫定的な表現を排除し、 これらの警告を失うことにより、情報が歪んで、実際よりも確実で決定的なものとして提示されることにより、不確実性を軽視する場合がある。また、単一のソースのあるストーリー、または、以前の研究のコンテキストがないストーリーは、目前の主題が実際よりも、決定的で確実なものとして提示されることを意味する。科学ジャーナリズムには、 不確実性の軽視を助長する、プロダクトオーバープロセスアプローチがよくある。最後に、特にこの調査では、科学が勝利の探求として、ジャーナリストに囲まれている場合、不確実性は誤って、削減可能で解決可能とみなされる。一部のメディアルーチン及び組織的要因は、不確実性の誇張に影響する。他のメディアルーチンよび組織的要因は、 問題の確実性を膨らませるのに役立ちる。一般市民は一般的に科学者を信頼しているため、科学記事が特別利益団体からの警報を発することなくカバーされる場合、ビジネス関連の意味でカバーされることがよくある。経済発展の枠組みや社会の進歩の枠組みの中で、これらの枠組みの性質は不確実性を軽視、または排除することであるため、 米国の植物バイオテクノロジー及びナノテクノロジーのカバレッジで起こったように経済的及び科学的約束が問題サイクルの早い段階に集中している場合問題はより決定的である。時には株主、所有者または広告が 科学的問題のビジネス面を宣伝するよう、メディア組織に圧力をかけるため、ビジネスの利益を損なう可能性のある不確実性の主張は軽視、または排除される。西洋哲学では、不確実性を受け入れた最初の哲学者はピューロであり、哲学会議論の最初の学校であるピューロニズムと、アカデミック会議論のヘレニズム哲学をもたらした。アポリアとアカタレプシーは、 不確実性に関する古代ギリシャの哲学の重要な概念を表している。ありがとうございます。